さき、ガイア計画は、欧州宇宙機関の宇宙望遠鏡ミッションである。引っ張るコスに続く、一天文学用の宇宙望遠鏡で、約10億個の構成について精密に位置を測定し、構成までの距離や固有運動を調べることを主な目的としている。2013年12月19日にソユーズロケットを用いて打ち上げられた。ガイア計画の目的には、 以下のようなものがある。ガイア計画では銀河系の非常に高精度の三次元地図を作る予定である。三次元地図に固有運動の情報を加えることで銀河系の起源や今後の進化の様子を推測することができる。また文法分析により高度、温度、重力、元素構成等が分かり観測されるそれぞれの構成の詳細な物理的特徴が得られる。 この大規模な構成の全数調査は銀河系の起源、構造、進化に関する広い範囲の重要な問題に取り組む際の基礎となるデータを与える。非常に多くのクエーサー、銀河、太陽系外惑星、太陽系の天体等が同時に測定される。また、ガイアは次のことも期待されている。この他に地球の望遠鏡では昼間に当たるために観測が 難しかった地球と太陽の間の領域に存在する多くの未知の小惑星が発見される可能性もある。ガイアはソユーズにロケットで地球から約150万キロメートルの距離にあるエルニラグランジュ点に打ち上げられる。エルニラグランジュ点は熱的に非常に安定した環境であり、そこで地球による太陽の触を避けるリサ重軌道を描く。 前任の引っ張るコスと同様に、ガイアは固定された2方向の望遠鏡から構成されている。衛星は2つの望遠鏡の視線と垂直になる軸を中心に回転している。スピン軸は空に対してわずかに再差しているが、太陽には同じ角度を保っている。2つの観測方向から相対位置を正確に測定することで固定した参照系が得られる。各天体は、 5年間が計画されているミッションの期間を通じて平均約70回観測される。これらの観測により構成の即位のパラメータが決まる。構成の視線速度はガイアの望遠鏡システムに取り付けられた分光器によってドップラー効果を利用して測定される。ガイアのペイロードは次の機器で構成される。ガイアは3つの独立した部分に分けられる。衛星との遠隔通信は 平均1メガ b p s で行われるが、焦点面の合計の容量はしばしばギガ b p s に達する。そのため、画像ごとに数十のピクセルだけがダウンリンクされる。これは、その場での天体の検出や観測が必要であることを意味する。構成の密度が濃い領域を探査している際には、このような過程は特に煩雑になる。ガイア計画は、 2000年に決定されたエサホライズン2000プラス長期科学プログラムの一環として開発が行われた。は2000年10月13日に6番目の重要なミッションとして採択され、2006年2月9日に計画の B2 フェーズとして決定された。イーズ・アストリアムがハードウェアを担当することになった。当初打ち上げは2012年11月に計画されており、製造、打ち上げ、 地上での運用まで含めて約6億5000万ユーロである。5年間のミッションで宇宙船から送られるデータ量の合計は圧縮データで60テラバイト、回答したデータで200テラバイトにもなる。データ処理は2006年11月に欧州宇宙機関が行った公募で選ばれたデータプロセッシングアナリシスコンソーシアムが責任を負う。 データプロセッシングアナリシスコンソーシアムには、欧州宇宙機関の組織の一つでマドリード近くに、本部を置く、ヨーロピアンスペースアストロノミーセンターからの参加者を、含む、欧州20カ国から約400人の宇宙飛行士や、エンジニアが参加している。資金は参加国から供給され、2020年頃を見込んでいるガイアの最後のカタログが作成されるまで、担保されている。 2013年12月19日にソユーズにロケットを用いて打ち上げられ、太陽と地球のエルにラグランジュ点へ向かった。2014年7月25日から科学観測を開始した。2016年9月14日、エサはガイア衛星の最初の14ヶ月分の観測に基づく解析データを公開した。このカタログには10億個以上の構成について位置が記録され、 そのうち約200万個については固有運動と年収しさのデータが含まれている。2018年5月、2014年7月から2016年5月までの観測データを解析したガイアデータリリース2が公表された。DR2 では記録された構成の数が17億個に増え、特に固有運動と年収しさのデータを含む構成の数は約11億個に達した。 DR2 にはこの他に変更や視線速度が記録されている。2020年12月18億個の構成を記録した第3期データ初期リリースが公表された。第3期データリリースは分割して公表される計画になっており、EDR3 はその初期分にあたる。EDR3 公表の期日は新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受けて、 予定より遅れたものとなった。第3期データリリースの本体は2022年前半に公開することが予定されている。ありがとうございます。